面接で南さんがすごい怖かったのは覚えてるんですけど、うん、俺もめっちゃ覚えてる。それは何社ぐらい内定したんですか？最終的には4社志望動機はまず御社を褒めて、もうここに内定出たらここに行こうって思ってた矢先、そこが落ちてしまって。どうもしゅんです、こんにちは。ということでですね、今回は合格者体験談ということで、過去にしゅんダイアリーに出ていただいた就活生のその後のストーリーを今回の動画で取り上げられたらなと思ってます。皆さん覚えてる方もいると思うんですけど、大阪の立命館のゆりかさんっていう方がちょうど1年前ぐらいですね、出ていただいたんですよね、しゅんダイアリーに。私の中で広告業界は激しい競争があるので、そのスピード感がとてもある業界だと思っています。はい、ありがとうございます。今の ES はですね、正直に言うとバツです、話にならないです。ちょ、結構読んでびっくりしました。悪い意味で。このままいくと就活は絶対成功しないのでかなり不安です。去年はその途中で東京に来てもらって、実際に面接対策とか南さんがアドバイスされて落ち込んだりとかっていろいろした上で、この度就職活動を得られたということなので、今日はインタビューできたらなと思ってます。ゆりかさん、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。元気でした？元気です。ちょうど1年前にしゅんさんとお会いしましたよね。半年ぶりぐらいかな。就職活動1年ぐらいされて、結局どこに行くことになったんですか？最終的に大手人材会社に内定を承諾することになりました。へ、あ、そうなんですね。皆さんにちょっと社名は都合上言えないんですけど、日本ので何番目かに入る人材系の会社に入るということで。ちなみにさ、1年前とかは行きたい業界とかはまだ決まってなかったりとか、あとはさ、やっぱみなみさんとかに結構言われて、あれ動画では映ってないけど、あの後すごい泣いちゃったりしてたじゃないですか。ちなみにあの時は今こういう風になるとは思ってなかったですか？そうですね、何も予測はつかなかったですね、自分がどんな会社に行くかっていうのは、うん、そうですよね。今は結構就職活動を終えてすっきりしてるというか、納得就活をしたっていう感じなんですか？そうですね、自分の中で、まあ、結構自己分析をしたっていうのがあって、結局何が正解かは分からないっていう結論には至ったんですけど、その中でもなんか自分で考えて自分の意思で決めたことだったので、腑に落ちて就活を終えることはできました。おー、途中で内定入れて終わった企業もあると思うんですけど、内定はそこの企業だけ？いや、その企業もいただいてました。何社ぐらい内定したんですか？最終的には4社。すごいね、やっぱ1年で変わるもんなんですね。1年前会った時は就活ほんと始めたてみたいな感じだったと思うんですけど、何年のその何月からこういう流れでっていうのを聞いてもいいですか？2020年の3年生の8月から就活をなんとなくスタートして、そこから9月10月11月12月あたりはずっと自己分析ばっかりしてて。そんなことある？まあちょくちょくは応募してたんですけど、自分の中でやっぱりどこに行きたいかがわからないっていうのがすごく悩んでて、自己分析を中心にちょくちょくインターンを応募してたのがその期間で、年が明けて1月の頃にめちゃめちゃ行きたい企業が見つかって、一つに絞って1ヶ月半ぐらいずっとそこの選考を受けて、もうここに内定出たらここに行こうって思ってた矢先、そこが落ちてしまって、一旦もう就活をストップしたんですね。やる気がなくなったっていうか。1月にね。2月の中旬ぐらい。そんなことがあったんだ、会ってないうちに。落ち込んだ時期があって、そこから3月4月もちゃんと就活をしないまま進んで、5月の時に就活をしないっていう選択肢を考えた時に、うん、私は卒業した後じゃあどうするんだろうって考えたんですね。で、専門的なスキルもないし何かやりたいこともないってなった時に、やっぱり就活って自分にとっては大卒4年間卒業した後のメリットだなって思ってて、なんかそれも特権だなってすごい思って、私の中で5月から就職活動をリスタートして、でそこで受けた企業さんに6月に内定をもらって就活をしたって形です。ドラマあるね。ゆりかさんが1年間就職活動を通してやって、これがあったから納得して就活を終えられたポイントとかってありますか？自分がやってたように自己分析は一番大事だなって思うのと、人を頼るっていうこともすごい大事だなと思いました。誰頼ったの？居酒屋のおっちゃん。あー、三代さん。そうです。あ、三代さんなんだ。めちゃめちゃ頼って、5月6月は週2、3回夜な夜な出ました。いい人だね。面接をやらせてもらった時に客観的な視点から伝え
えてくださったので、こんなんじゃダメなんだなっていう風には理解できましたね。具体的になんかどういう言葉で言えるようになったとかありますか？最初ら辺の志望動機はまず御社を褒めて、そこから自分の長所っていうのを書いて御社に入社した際には活かせると思いますみたいな感じで、テンプレを使って書いてたような形で、自分の言葉の志望動機としては自分の未来を描いて、そこと御社の未来がつながってますよっていうのを両方の立場からアピールしたというか。でもそれをさ、週に 2,3 回電話したり通ったりするっていう、その行動をし続けたのがめちゃくちゃすごいですね。ありがとうございます。結構遠いですよね、居酒屋までも。2時間かかりました。そうですよね。なーなーでやって終わっても絶対納得しないだろうなって思ったので、本気でやろうっていうのは思いましたね。絶対社会に出ても活躍するよ。ちょうど1年前ぐらいに動画で一部が上がってるんですけど、みなみさんとかズンズンの岡本さんとか広告業界の模擬面接とかやったじゃないですか。で、特にみなみさんのアドバイスの後にめっちゃ大泣きしてたじゃないですか。覚えてます？はい、覚えてます。でちなみにあの時はどう思いました？あの時はなんか面接でみなみさんがすごい怖かったのは覚えてるんですけど、うん、俺もめっちゃ覚えてる。それはあんだけ自分のためになって指摘してくれる人って、親でもそうそう言ってくれないと思うんで、すごいいい機会にはなったなって思ってて、あの後は悔しいが一番やっぱり大きかったかなって思います。でそこから何が一番変わったとかってありますか？その時期本当に就活始めたてで、なんとなくこういう志望動機でいいかな、こういうガクチカでいいかなっていう、結構就活を舐めてたっていう部分があったのかなって思って、うん、みなみさんとか他の方にあの動画でアドバイスしていただいたことによって、なんかこのままじゃダメなんだなっていうのはすごく感じました。これくらいでいいだろうっていう感じで面接をやらせてもらってたので、なんかそのままじゃダメなんだなっていうのをすごく実感して、まず最初からやり直そうっていうことで自己分析をし直してですね。なるほどね。自分のその足りなさを認識したきっかけになったっていうことですね。旬ダイアリーチャンネルにその動画出たと思うんですよね。めっちゃ再生もされたじゃないですか、ゆりかさんの動画。反響とか言われたりしました？周りに。あ、めちゃめちゃ言われました。インターン中に個人チャットで旬ダイアリーに出てますよねとか来て、ごめん、なんか申し訳ないわあとは大学で全く知らない人に声かけられて、旬ダイアリー出てましたよねって言われて、大概その人たちのその後に続く言葉が、みなみさん怖かったですかってめっちゃなんで答えたのそれは？怖かったけどいい人そういうことね。基本的にオンラインで面接がずっと進んで、結構不安な人も多いと思うんですけど、1年前の自分もしくは今の就活生にアドバイスや応援メッセージがあったらぜひ教えていただきたいです。就職先っていうのもそれだけで人生が決まるものではないって私は思ってるので、うん、気負いせずに楽しんでやってほしいなっていうふうにはすごく思います。半年後からも社会人になるということで楽しみですね。これから楽しみです。ということで視聴者の皆さんも下の概要欄に1年前のゆりかさんの動画も貼ってあるので、1年間で人って変わるんだなっていうのを見比べていただきたいなって思います。今見てる皆さんも結果どうなるかわからないけど、納得して就職活動を終えるっていうところができてたら僕らとしてはすごく嬉しいです。ということで本日はゆりかさん、貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。